始まりました週の真ん中まんたけ TV でございます。いやー、かわいいな今日は。やっぱり水曜日特有の ね、なんかあれね、もう浜田由美子さん違うそっちじゃない、そっちじゃない。あのこの耳飾りがもう、はい、あの某有名なかまど炭治郎を思い浮かべる。かまど由美子さん、結婚してください。え、炭治郎じゃけ同性婚？あ、もう今そんなこと今の時代に言っちゃダメよ。もう全然 OK。 はい、水曜日だけ同性婚でも異性婚でも全然問題ありません。異性婚っていう言葉があるかも。こちらどっちも問題があります。はい、全然 OK ですよ。はい、はい、ではそれでも好きよ。では参ります。調子崩すわ本当に。ゆみちゃんにもし万が一物がついとっても俺は好き。はい、行きましょう。はい、では参ります。はい、今回のご質問は、はい、久しぶりに100切れたマンさんからです。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。では、参ります、はい。いつも楽しく拝見させていただいております。動画撮影、編集、アップ、もろもろ、ご関係者の皆様、ご苦労様でございます。さて、今回教えていただきたいことは、アイアンシャフトの番手ずらしについてです。はい、よくホームページなどで、番手に合わせた最適設定で、というような説明があったりすると思いますが、番手ずらしをした際に、本来のメーカーの意図した設計性能から外れてしまうということはあるのでしょうか。それとも、対して影響はない、ちっちゃいことは気にするなは事故みたいな感じでしょうか。もう言うたよ今、カー言うたよ今。番手ずらしをするにしても丸番手くらいまでにした方がいいというのがあれば教えていただきたく、何卒よろしくお願いいたしますとのことです。はい、すごいですね、100キレタマンさんね。すごい、初め動画撮影編集アップもろもろご関係者の皆さんご苦労様でございます。はい、いやなんかすごいですね、はい、その裏方も含めて皆さんっていう感じが僕はねすごい ありがたいですね。はい、うんうん、じゃあまあこの方のねこういう質問には真剣に答えたいと思います。はい、今のね答えてきたのは大してあんま大して真面目に答えてないですが、こういうふうにね裏のことまで考えてくれる方に対しては誠心誠意答えさせてもらいます。まあ、毎回急いでてね、こんだけやめなさい書いてるんですよね。はい、でまあ正直私はその振動数を合わせ仕事しているんで、番手ずらしってもう頻繁に行ってます。でまあ、正確にはその番手ずらしをしているっていうよりは、チップカットとバットカットのカットの幅で振動数を合わせてますね。まあ、どちらにしてもこれをしている限り、メーカーさんが歌っている何ですか、番手間の最適設計でっていう設計を番手ずらしたことで殺してしまうかっていうことはないです。ないですか、それを言ってしまうと僕は常に殺してしまってるんで。それはないです、ないです。はい、そうだね。まあこれどういうことかっていうと、もちろんメーカーさんサイドやって番手ごとにこれぐらいがいいだろうなっていう風なイメージを持ってシャフト開発はしてくれると思うんですよね。ただこれ難しいのは、じゃあ装着するヘッドの、でどのヘッドっていう話になってくると、装着するヘッドの重さもわからない、もちろんネックの長さも違うわけですから、そもそも最適設計ってどのヘッドを基準に考えてるんですかっていうことなんですね。だからもちろんそれがわかるはずもないんです。だからまあこれぐらいの多分オーソドックスなヘッドで、これぐらいネック形状でとかっていうのをこうイメージしながら多分シャフト設計をされてると思うんですよ。うんだからまあどちらかというと、この別に僕メーカーさん悪く言う気はさらさらないですよ。ただ番手ごとの最適設計っていうのはどちらかというとこう歌い文句の方が強いかなと思うんですね。でそれを正直言うと、僕ら工房の人間がヘッドとの組み合わせでより良いものを仕上げていくっていうのが本当意味での最適設計ではないかなって思ってます。なのでその番手ずらしはこうむしろ個々のプレイヤーに合わすために攻防、個々のプレイヤーに合わすための攻防の技というとちょっと極端かもしれないですけど、技であって、それこそメーカーさんのシャフトを生かすための技術っていう風にポジティブに捉えてもらった方がいいかなと思います。そういう意味では全然ちっちゃいことは気にするな若ち子若ち子ではないと思うんですけども、ちょっと恥ずかしくて乗り切れん方もありますけど、その全然小さいことではないんですけども、その少なくともそのネガティブイメージはしない方がいい。なるほど、ね。だからその、はい、最適設計から崩れるんじゃないかなっていう、ネガティブじゃなくてポジティブな方に小さくないことをしてるみたいな、っていうふうに思ってもらった方がいいなと。うん、でただ
じゃあ番手ずらしっていうのはじゃあ最後書いても何番手ぐらいまでがいいのって僕もいろいろしたんですよ今まで。でも2番手ぐらいまでにしておかないと、まず硬い方にずらすときはそもそも要するにこれどういうことかっていうと、5番アイアンのヘッド、5番のヘッドに7番のシャフトを入れるんですよね、うんうん、ってことですね。硬い方にずらすってことは、ってことは7番のシャフトの全長ってもともと短いわけですから、うんうん、2番手ぐらいまでにしておかないと、まずその硬い方にずらすときってはそもそもシャフトの長さが足りない可能性があります、ね、当然もともと5番アイアンのシャフトは長くて6番7番です、短くなっていく7番のシャフトを5番のヘッドに入れるってことはもうカット幅がなくなる可能性があるので、まあ2番手以上はもうそもそもシャフトが物理的に長さが足りなくなるっていうことがありますし、逆にじゃあ柔らかい方にずらすのはどれだけずらしてもいいんじゃないですかって思うかもしれませんけど、できるんですよ物理的には。ただ今度はどういうことが起こるかっていうと、あのシャフトに印字されている文字っていうのがどんどん上に行くんです、うんうんうん、つまり、例えばモーナスとか分かりやすいので後ろに赤い文字があるじゃないですか、それがだいたいグリップからちょっとした位置にあの赤い文字が出るんですけど、長い方を切って切ってしていくとグリップに近いところに妙に近いところに文字があったり、極論の話、うんうん、グリップに隠れるんですよね、だから、そうそう、だからその絵柄とか文字が妙にグリップ側に寄ってくる、下手したらさっき言ったようにグリップに隠れることもありますから、あまりその極端なことをすると、まあ、視覚的にちょっとおかしくなることもあるので、まあ、ずらすとしたら2番手ぐらいまでにした方がいいのかなっていうのは僕の今までのまあ経験値ですね。極端なことを番手ずらしでやろうとすると、うん、そういった視覚的なものとか長さの問題が出てきてしまう。そうです。だから2番手ずらすんやったらフレックスを落とした方がいいんですよ。例えば柔らかい方をずらす。だからこれはね、結構昔見栄があった人が、例えば S が打ちたい、 R がちょうどいいんですけど S が打ちたい、じゃあ2番手くらいずらしたら R になりますよって言って、でもまあ同世代で3番手ずらそうやって話になって、まあ、僕も初めいいわと思ってたら本当にグリップさせたら文字がグリップなんか入っていくんですよ、これ大丈夫ですかみたいな、うん、なるほどなるほど、明らかに視覚的に番手ずらししてるっていうのが分かるというか、そういうことが出てくる、うん、出てきますね。やってみないと分からない、うん、だから僕も昔結構やってたんで、あこれ面白いなっていうか、まあまあだからそういうんでこういう話になってますけど、ただそのだから柔らかい方にずらすのは逆だ、何番手でもずらせれるんですけど、極端なことするとそういう弊害も出るってことですね、うん、で硬い方にずらすのはそもそも長さが足りないってことです。なるほど、うん、だからこのフレックスとこのフレックスのちょうど間ぐらいがいいから、そうあの番手ずらしでそれ調整しましょうというのが一番いい、うん、そう、ゆみちゃんが言うようにまさに番手ずらしの本来の使い方っていうのはちょうど間を作るためのものだね、うん、それをもう極端にするんやったらフレックス落とさない方がいい、早いですよね、うん、だからまあちょっとジャンル違うけれども、ぴったりこう裾直しじゃないけれども、うんうんうん、ぴったりその人にこのズボンいいですよ合ってますよ、でもちょっと長いから切ってきれいにしましょうね、うん、でも見栄えとしてはまああのちょっと切るぐらいなんで変わらないですよ、うん、みたいな感じかな。さすがやね、うまいね、やっぱさすが普段からアシスタント、もう待ってこれアシスタント歴何年、もう4年経ったよね、4年やんね、だからこの動画5年やけど4年をしとる、うん、それはもう4年したらもうあれやな、もう弓フィッターやな、はい終わりましょうこうだからね、はい、ということで久しぶりに100キレタマンさんご参考になりましたでしょうか、はい、それではマンタケ TV また来週。そろそろゆみちゃんがあのフィッターを始めるそうですフィッター始めましたやばいチャンネル登録高評価で、ね、タケちゃんゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。